福島県産のコシヒカリを使っていまして、冷めても美味しく食べられるように塩加減を微妙に調整しながら作っております。じゃこをオリーブオイルで炒めて、でその中に塩レモンを混ぜ込んで、まあ、ヘルシーにさっぱり食べられる女性に人気のあるおにぎりだと思います。しっかりと満腹感を得られるようなおにぎりになっていると思いますので、あと変わったおにぎりが結構提供されていますので、まあ、一つ一つぜひ味わっていただいて、またお店の方にも足を運んでいただけたらなというふうに思います。